始まりました。ハラベルチャンネルです。こんにちは、美容師科の楓です。美容師科の葵です。今回の動画は原宿の美容学生のおしゃれなインスタストーリー加工テクニックを紹介していきたいと思います。インスタのストーリーはちょっと加工するだけで一気におしゃれ感が出るので、今回の加工をぜひ参考にしていただければいいなと思います。それではやっていきまーしょう。まず僕から先に一つ紹介していきたいと思います。まず最初にインスタを開きます。ユーザーネームの横にあるプラスのボタンでストーリーズを押して、最初にベースの写真を選びます。半透明のペンを白で長押ししたら全画面に塗りつぶします。でその次に自分の載せたいミュージックを選びます。でこれを真ん中に持っていって、で同じ写真を線の横の顔のマークから、そのカメラロールからその同じ写真を選びます。でこちらを音楽の写真と同じになるように四角い写真にします。でこちらに写真を合わせたら入れたい文字を入れます。でこちらで完成です。続いて私が加工していきたいと思います。まずインスタを開いて使いたい写真を選びます。ちょっと暗めなので右にずらしてエフェクトをつけていきたいと思います。カメラロールからまた同じ写真を選んで、今度は同じ写真なんですけどモノクロの写真を使います。真四角のに選んで元の画像と重ねていきます。上半身から上のところがモノクロになったら文字を入れてアンダーバー何回か長押ししてコピーしておきます。棒を作ったら今切り抜いたモノクロの写真に合わせて載せていきます。でこれをあと3回つなげて、でこんな感じになったら、これめっちゃおしゃれだね。 OOTD と載せますね。 OOTD ってどういう意味なの？今日のコーデみたいな。そう、インスタの投稿とかでもいろんな人使ってて、文字の周りにこういうキラキラとかちょっとつけるのにハマってるので、これだけちょっとこだわってますよ感、簡単だけど。でこんな感じで投稿します。おしゃれだね。こんな感じですね。次に3つ目を紹介していきたいと思います。こちらの朝日の写真を使いたいので、こちらに文字入れをしたいと思います。 iPhone のメモ機能を活用していきます。手書きで文字を書いてそちらを貼り付けたいと思います。朝日なのでグッドモーニングのイニシャルを取って GM を入れたいと思うので、気に入るまで何回も書き直してください。難しいね。ベースのメモができたので、なんか黒いドリルみたいなペンを押してなぞって切り取りたいと思います。こちらは長押しすると消えてしまうので、こちらをダブルタップしてコピーですね。これコピーしたらこのベースの写真に普通に文字をコピーした時と同じようにペーストで貼り付けていきたいと思います。自分はシンプルでちっちゃいのが好きなので、ちょっとこじんまりと、朝日をメインにね、朝日をメインに、文字はサブ的な感じで投稿していきたいと思います、こんな感じです。3つ目の紹介終わります。じゃあ4つ目ですね、私が紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ストーリーを選ぶ前に自分の投稿の中からストーリーに載せたい投稿を引用してきます。いいねとコメントと隣に紙飛行機のアイコンがあるので、そこタップしてもらってストーリーズに投稿を追加、ストーリーに移り変わりました。写真の背景がちょっとマーブル柄なので白に塗りつぶします。次に四角って言って四角持ってきます。で背景白だったのでこの四角は黒にして、さっきの引用してきたのよりちょっと大きくど真ん中に、上に乗せてど真ん中に来るよ、そしたら1個完成です。そしたらまた同じ四角って打って、もう1個つけるんだ。そう、あと2個つけるんだけど2個、そう、でこれは真ん中を引き立たせたいのでちょっとちっちゃくします。今度また四角形合わせたら、そしたらオセロみたいになって、次は引用じゃなくてカメラロールからまた同じ画像を持ってきます。これでもいいし、あーなるほどね、そう結構主張激しめ、そう目立たせたい時に、これでもいいし、左右が違うアングルから、そう服装がメインなので、あニューポストですかね、新しく投稿したのでみんなにいいねしてもらいたい時は書くか、私は GIF 使ってニューって調べたらいっぱい出てくるんですよ。で私ピンク好きなので選んだ GIF を真ん中につけたり、余白があるので右下に
ニュー。もうお好みだね。そう、お好みで。おしゃれ感出るよね。うん、めっちゃ出る。そう。投稿できました。これで終わります。であともう一つあって、最近 TikTok とかでも流行ってて、ストーリーの加工とかで調べたら出てくるんですけど、まずノーマルの写真かな、左の作成を押してもらって、これは何色でもいいので、そしたら自負開いてもらって、ちょっとキラキラさせたいのでダイヤモンドって調べます。すごいキラキラですよね。めっちゃで、もう最大限に大きくしてもらって、画面いっぱいにする。そう、そしたら一旦保存します。その保存したやつをまた使います。ペイントで白く塗りつぶします。使いたい写真選んで、真ん中にして消しゴム選んで下に線描いていきます。そしたら下の字符が浮き上がってくるから、そしたら文字でニューヘアカラーって打ちます。そしたら投稿します。投稿できました。こんなやり方もあります。ちなみに余談なんですけど、自分は一応インスタのストーリーと投稿の写真の撮り方を変えているので、それを紹介していきたいと思います。で、投稿はですね、こちらが一応ズームとかしないまんまの、本当に自分をど真ん中にしたりとか、足元ギリギリ結構スレスレで撮ってます、うん、逆にストーリーとかは、これは逆にズームで自分の顔を映さずにど真ん中に、ご飯とかも本当にど真ん中に映してますね。光とか影とかって考えてる？あんまり考えてないかな。いっぱいあるものは逆に全部映さない感じで撮ってますね。よかったら参考にしてみてください。実はストーリー用のアプリもあるので、それを使って今加工してみたいと思います。そんなアプリあるの？そう、それ用に作られてて、このアンフォールドっていうアプリなんだけど、そしたら上に出てくるのね、好きなの、キラキラもある。私は今回この左から2番目、のを使って、もうちょっと下にスクロールしていくと無料で使えるのがあるので、自分の好きなのを選んでいきます。で、このテンプレートを使用してもらって、で、このプラスのところタップすると自分の写真選べます。こうやって大きさも調整できるので、自分が真ん中に来るようにして、周りのところタップするとこういう雰囲気もつかめるので、そしたら右上の保存、デバイスにも保存して、そのままストーリーズにも移動できるので、インスタに移ってもらって、でこのダブルタップして簡易説明はもう白で塗りつぶしちゃえばないから。で、もともとこのアプリのさっきの枠がインスタのストーリー用にできてるから、そう、調整しなくても作れるから、文字入れたかったら入れて、こんな感じでアップもできます。シンプルでいいね。うん、いいね、これが無料でできるって。そう、有料もあるんだけど、無料だけでも全然たくさんレパートリーあるから、写真6枚とか使いたい人もあるから便利です。いいね、はい、めっちゃ詳しいね本当に、うん、今日紹介したの以外にも何個もあるから、本当に？そう、それもいっぱいフル活用して、でもめっちゃ頑張ってない最近。そう、今頑張ってる。ぜひ2人とも頑張ってるので、はい、よかったら概要欄にあるんでフォローしてください。お願いします。お願いします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それではバイバーイ。